クローゼットの片隅で出番を待ってるレザージャケット、いいよ今日はお前と一緒に行こうか、軽くブラシをかけて。はい、どうもこんにちは、ショコラです。今日はですね、個人的にこの冬やっていこうかなと思っている、コーデをですね、まあ月火水木金とですね、1週間コーデをちょっとやってみようかなと思います。はい、最近ちょっとこのがっつり、1週間コーデやってなかったので、はい、この冬にねちょっと着たいもの、どんな感じで着ようかなっていうやつをですね、個人的に気に入りそうな感じのコーデをですね、ちょっと自分でなりに、考えましたので、ちょっとやっていこうかなと思っております。はい、じゃあですね、早速月曜日から行ってみようかなと思います。はい、じゃあ月曜日行ってみたいと思います。こちらのハッピースーツですね。はい、ハッピースーツと、中はウェアハウスさんの、T シャツ、ロンティーですね、七分の、と下はですね501の WX の、まあ薄めの、まあ、リペアが多めのですね。はい、こんな感じです。これはもう別にもうこの3点じゃなきゃ絶対ダメっていうような意味ではなくて、まあハッピースーツは確定でいいんですけど、上はあの白の、なんかこの、もう白がいいですね、個人的には。この別に42で書いてあるやつじゃなくても全然無地の白 T でもいいし、なんかちょっと柄の入ってる白の T シャツだったら個人的には何でもいいなと思ってて、下も別にこの501の WX に限らず、あの結構薄めの太めだったら何でも代用いいなと思っていて、はい、まあ個人的にはこの合わせが好きですね。このハッピースーツ、白 T、太め、薄めジーパンみたいな感じですね。でこれに白の、エアフォースワンとか履いていこうかなと思ってますね。このコーデの好きなところはですね、何ですか、中がすごい薄くて上にヘビーであったかいやつを持ってくるんで、その間の中間のレイヤードがなくて済むんで、個人的にはすごく好きなんですよね。こうそれが何ですか、こう T シャツ、例えばタンクトップ着て T シャツ着て、その上にシャツを着てニット挟んで、そこそこあったかいコートを着るみたいなやつも 4,5 枚着ることになるじゃないですか。そうなるとなんか暑い時にコート脱いでニット脱いで、でシャツ脱いで T シャツになるみたいな、そのめんどくさいですよね、いろいろ。でもこれだと本当に暑ければもうね、どこ電車でもし暑いなと思ったらこれバッて脱いでもここまでやっちゃえばもう中トンティ1枚なんでだいぶ涼しいし、まあ、寒くなってもまあヘビーなんで結構あったかくじゃないですか。まあ、なんで組み合わせ的にはこの中は薄めだけど上はだいぶあったかいものを持ってきたいっていう感じなんですよね。だからこれがなければ本当ダウンの、むちゃくちゃあったかいダウンのコート持ってくるとか、そこそこ、まあこれもそうですけどプリマロフトの本当に河川のね最高級にあったかいようなやつを持ってくるとか、もしくは B3 にするとかね、はい、みたいなやつが好きですね。この11111みたいな、こう1を足して5のあったかさにするというより、もう中1上4で5にするみたいな、結局総数は5なんだけどみたいな、1をこう 5枚重ねるのと、もう4のあったかいやつを1枚上に持ってきて1の上に4かぶせちゃうみたいな、そのコーデの方が個人的にはなんかこう何ですかね、こう温かい冷たいをこう、いやすごくコントロールしやすいのが好きですね。はい、かつこの薄手なんで中がでもこっとしてても中があんまり着てないんで、この何ですかね、ゆったり感がすげえいいですね。この着膨れしないというか、ピチッなんかモサってしないじゃないですか。すっきりした上で、でも上は ゆったりしてるんだけど中はそんなにっていう、このラフさがすごく好きでいいですね。はい、でこれだと下はなんかあんまり濃いやつよりちょっと薄い方が個人的には似合うかなと思って、はい、もう本当暑ければもうこうですね、もう暑ければこうだし、寒ければもうこの上まで全部止めてフードもするぐらいの感じでやるっていう、この感じがすげえ好きです。はい、というわけで月曜日はこんな感じです。火曜日行ってみたいと思います。火曜日はですね、こんな感じの40年代のミリタリーのスウェット、ヴィンテージのですねと、中はですね、シャンブレーのシャツか、シャンブレーのシャツで、で
下はリーノですね。50年代くらいのリーノ、結構色がっつり落ちてるやつなんですけど、これを太いやつですね、はい、あの元々オーバーオールだったやつをぶった切って、パンツに変えちゃったやつなんですけど、はい、こんな感じですね。なんか個人的にこの D のパンツ、薄い太めのパンツ、これがもうなんか好きすぎて、好きすぎてというか、なんかこうコーデの、いつも俺が考えるコーデの中心にいるのは結構こいつになのかなっていつも思うんですよね。例えばこれを購入するときも何で合わすかなって思ったときに、やっぱこの上のこのやれた感じの、このボックスっぽい感じの、こう今ヴィンテージのセットっていう感じなものに対して、まあ、同じく薄めの太めのデニムって思ったときに、もうこの真っ先にこいつがいつも浮かぶんですよね。このいい感じの汚れというか、その雰囲気のあるこれとなんか合わしときゃとりあえず間違いないだろうみたいな、なんかね、いつもコーデのパンツの中心に大体いるのはこいつですね。なんでもう全ての持ってる太めのデニムは最終的にこうなるようにこう育ててるつもりなんですよね。最終的にもうこれのヴィンテージがもうアトラスさんのデニムとかがこういう雰囲気になってくれたら、これの代わり2代目3代目が作れるなみたいな印象で、はいですね。でこのヴィンテージのセットを買う時に思ったのが、まあ逆になんかタンクトップとか、この襟ぐりの広い T シャツとかでももちろんいいなと思ったし、このなんていうんですかね、シャツスタイルをちょっとこう出してもいいなとは思ったんですよね。スケアクロー、映画のスケアクローで、主人公がですね、ここのなんていうんですかね、こういう感じで襟の付きのものを、しかも襟が結構もうなんかすごいくたってる変な形に曲がってるやつとかも全然気にせず重ねにしてるのがすげえかっこよくってですね、こうピシッとやんなくたって、もうなんかもうなんとなく襟からもちょっと出てりゃいいやみたいな感じの、あの着方はなんかすごくこう勇気をもらえたというか、古着のコーデするときに、あ、まあ細かいこと気にしなくていいんだなみたいな感じでこう思えてですね、あの着のみ着のままみたいに着る感じもすげえありだなと思ってですね、あんな感じで着たいなと思って、結構もうボロボロになってるシャンブレのシャツをそういう風に襟が出る感じがいいなと思ってて、ずっと撮ってて、はい、こういう時にちょっと着て合わせてるっていう感じですね、はい、なんだろう、予想してたよりかはちょっとね、そこまでこうズバーンと来なかったので、なんかもうちょっと欲しかったなっていう気はしますけど、ただこれだとまあもちろん寒いんで、実際外出る時はもうプラスで MA1 かなんかをこう羽織ってもいいかなとは思いますけどね、はい、もうスウェットと MA1 とかもゴリゴリのゴリゴリのアメカジのコーデですけれども、はい、まあ、こんな感じですかね。火曜日はこんな感じです。じゃあ水曜日行ってみたいと思います。水曜日はですね、ちょっと挑戦してみまして、ダッパーズのですね、上下のセットアップですね、ベストとパンツのセットアップと、まあ中シャツはですね、インビディの、シャツですね、プラス上にこの、スカジャンですね、はい、着てみました。正直ここまでだとだったら、まあ普通にまあセットアップなんで間違いなく合う合うんですよね。このセットアップに最後何を着るかっていうのがあって、まあ普通にレザージャケットでもいいと思うんですよ。だからそれこそルイスさんの黒の、レザージャケット着ても多分全然合うとは思うし、ハマるとは思うんですけど、まあどっちにしようかなと思ったんですけど、スカジャンもちょっとある種ありかなと思ってですね、一回着てみたかったんでちょっと合わせてみました。どうかな、思ってたよりかは合ってなかったんですけど、かといってじゃあ 100% ないかって言われると、まあ別にまあこういう着方しても面白いかなっていう気はしましたね、はい。新しいスカジャンの着方ができたかもとも思うし、まあ別に、まあ、こんな感じで、まあだから人に会った時に変なのって言われたら、うん、まあそうだね、うん、まあ半分ぐらいは俺もそう思うともなるし、でもまあまあチャレンジしてるなっていう感じも考えると、まあ別に、全然ありかなっていう気もしますね、もしかしたら見慣れてないだけで見慣れるかもしれないし、はい、まあ本当ファッションは本当好きに着たらいいと思うんで、別に
周りがおっと思うってことはまあある意味では失敗してますが、ある意味では成功してるっていう気もするので、はい、人と同じじゃないっていう意味ではね、はい、ですね。なんかね、黒だったら結構もっと合うかなと思ったんですけど、うん、どうかな、本当に何とも言えないところです。人によりけかな、微妙です、何とも言えないです。はい、というわけで、ちょっと挑戦してみました。はい、木曜日行ってみたいと思います。木曜日はですね、超無難に自分の好きな、まあ、無難というか、まあ、王道的に、自分的に王道な、組み合わせで来ました。トゥルトゥアーカイブスのですね、チャンピオンの、復刻のリバースイブですね、フードのフーディーのやつと、MA1 ですね、これはバズさんのやつですと、レザーパンですね。はい、こんな感じです。こんな感じですね。はい、なんかこう前開けてれば別に多少長くても全然ありだなとは思っていて、うん、こう閉めちゃうとちょっと長、ここは見えすぎますけど、まあ別に開けてれば全然 OK だなっていう感じで、ほんと真冬でクソ寒い日じゃなければ、まあ別に開けたままも着れるんで、こんな感じのちょっとゆるっとした感じでね、はい。MA1 は本当にこう、おじさんの作業着みたいなイメージが、ありましたけど、あります、あると思いますけど、全然そんなことないぞっていうね、このちょっと可愛い感じで中にフーディーを持ってくれば、全然可愛く着れるので、可愛くいやー、はい、全然なんかこう、そんな、ぽくなく着れる感じはしますね。はい、すごく、ヴィンテージというか、その、なんですか、いい古着のアメカジのいい感じで着れますね。そんな、はい、おじさんの、その、いわゆる MA1 のあのイメージだけじゃなく、まあ、ほんと、着方でいけるかなという感じですね。はい、こんな感じですかね。はい、すげえ好きな。もう MA1 プラスフーディーはもう今季めちゃくちゃハマってるやつなので、もう中のフーディーを違うやつに変えればもう毎日違うコーデとして MA1 を着れるんで、まあすげえいいなと思いますね。はい、もうレザー版も最高です。本当にこいつとの相性もすげえいいですね。はい、こんな感じです。じゃあ最後ですね、週の終わり金曜日行ってみたいと思います。最後金曜日はですね、こちらの70年代のチャンピオンの単色タグのですね、リバースウィーブと、中は50年代の、ヴィンテージの白シャツですね、はい、と下は M35 かな、はい、M35 のミリタリーパンツですね、はい、フランス軍のモーターサイクルパンツです。これはリネン 100% のやつですね。はい、こんな感じですね。このリバースも、まあ、中そのざっくりした T シャツとかでもいいなと思ってるんですけど、まあこういう襟付きのものを持ってきても面白いなと思っていて、まあ上が結構このダボっとしてるんで、まあ下でキュッとしてもいいし、まあそのままこうダボダボっとさせてもいいかなと思って、 M さんはかなり太いので、まあ、同じ感じで持ってきちゃおうかなっていうのと、あとネイビーのこの色がネイビーに対して絶対にカーキは合うと思ってるんで、まあデニムでももちろんいいんですけど、デニムだとまあ同じ同系になっちゃうんで、そんなにあれなんですけど、コントラスト的にはこのカーキの、だからこれ別にあんな感じでの服多ければもう俺はこれ M65 でもいいかなと思いますし、俺 M51 も持ってるんで M51 でもいいんですけど、まあちょっとね M51 だとあまりにもこうチャンピオンのスウェットと M51 はアメカジすぎるんで、ちょっとあえてフランス軍のこの M35 を持ってきました。はい、またちょっとねアメカジのゴリゴリのアメカジでもちょっと違うかなっていう、まあ見る人が見たらもう何の違いがわからん、もうアメカジでしょっていう感じなんでしょうけど、まあこだわりとしてね、ちょっとフランス軍だよみたいなだから何っていう話なんですけど、まあこんな感じですかね。はい、月曜から、金曜までこうパターンちょっといろいろ考えてやってみました。はい、まあこんな感じで秋冬ね、コーデ楽しんでいけたらいいなと思っております。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。またね。